ットにも向いてる食材です。で今日使うものはヨーグルトとグラノーラと蜂蜜なんですけど、それも私のおすすめがあって、ヨーグルトはカスピ海ヨーグルトを使ってます。でね、カスピ海ヨーグルトっていうのはあのヨーグルトの中に牛乳を買って入れてぐるぐる混ぜてほっといたらその分ヨーグルトになってるんですよね。で、あの普通に買うとプラスチックの容器に入ってるんだけど、一番最初種を買うとあの紙に入ってる。で、それを後で出してこう変動しておきます。で、その紙のやつからあの自分でこうやって作ってたら容器が使わなくていいからプラスチックが減るんですよ。こちらがこちらですね。このトロトロのこれカスピ海ヨーグルト、これを 50g ぐらい使っていきます。で、まずヨーグルトをボウルの中にぶち込み、続きまして半分に切ったこのアボカドをスプーンでぐちゃぐちゃに取っていきます。ちょっと言葉を選びます。で、これね、結構雑に取った方が後々楽だから、こう雑に取ってこういう感じで、これね、結構ね、ぐるぐるに混ぜちゃいますね。ヨーグルトちょっとだいぶ入れすぎた感じがするんですが、それもお好みなので大丈夫です。こういう感じで、この時にポイントがあるんだけど、ちょっと今更遅いかもしれないんですが、アボカドの皮を綺麗な形のものを取っておいてください。これはね、器にするとね、すごく可愛いんですよね。ここにグラノーラを入れていきます。自分の好きなフルーツ、レーズンとかそういうやつとココの実とオーガニックのグラノーラを混ぜてそれを作って、これをこういう風にドカーン、これは大体どのくらいでもいい。あの、トロトロが良かったら入れすぎないで、結構食感を楽しみたかったら結構入れる。こういう感じ、私はね、結構入れる派。アボカドもなくなるようにこういう風に潰していきます。で、アボカドってなんかさ、硬いの結構最初はもう結構硬いんだ。だから家に買ってそれ2日ぐらい置いてからの方がすごくいい気がする。こういう感じね。そしたら蜂蜜を入れていくんですけど、私はマヌカハニーっていう蜂蜜が好きなの。菌とかも殺してくれるみたいな、ちょっと詳しくないんだけど、いろいろありすぎて調べてみて。とにかくめちゃくちゃいいやつ。これを入れません。これを入れていきます。マヌカハニー、失敗しました。これをこうやって入れていきますね。で、これも結構ね、自分の好みでいい。なんかレーズンとか入れてるともともと甘いのであんまり入れなくても大丈夫。ぐるぐる混ぜて完成なんですが、これ結構見た目がさ、グロいじゃないですか、この状態だから。器に入れても結構なんか「何?」みたいな感じになるから、だからこの中に入れていきます。これをこういう風に乗っけて、そしてまた乗っけて、でこれも前回と同じように1日アボカド半分食べるといいよって言われているので、1人分だったら半分こうやって入れて完成です。おしゃれなアボカドサラダ、ぜひやってみてください。